小富木羽田す死人1桜の花がひらひら散った本郷明け町の実業家津田千蔵亭の庭園を散歩しているのは令嬢由紀子と工科大学生種村静也とである 夕暮れ近い春の風は肌へ冷たかったが、二人のうつむきがちの顔になんとなく沈んだ色の漂っているのは寒いためばかりではない。ゆきこは今恋人の静也に世にも悲しい話を伝えているのである。母が生きていてくれたら、幸子はさっきからこの言葉を幾度となく繰り返した。 三年前に母を失ったユキコは今朝突然父の先蔵から父の親友山本再吉と結婚せよと宣告されたのであるユキコが母の登園にあたる静也と宗師の間であることは先蔵もまんざら知らぬではなく静也に対してすこぶる好感をさえ抱いていたそれなのに先蔵が出し抜けに我が子を人もあろうに 自分の友山本佐吉にかせしめようというのは何か重大な理由がなくてはならなかった。だからゆきこは父に向かってその理由を話してくれと言った。けれど父はそれについては何も語らず、はじめは父の命に背くつもりかと叱ったが、ゆきこがいつまでもうんとは言わないでいると、しまいには単眼的に俺の頼みを聞いてくれと言った。 山本佐吉は幸子の父先祖よりとうも年が若いけれど今年22のユキコとはまだ20も違うそればかりではなくユキコはこの山本という男を心から嫌った今から半年前山本佐吉はあたかも地から湧き出たかのように東京に姿を現した 父はそれまで山本のなさえも口にしなかったのに山本が訪ねてきてからは旧友だと言って親密に交際し間もなく山本の紹介だと言って女中のおとよを雇ったおとよは極めてわがままな女で自分勝手に家を分けることもたびたびあったそれにもかかわらず父は他の女中につらくあたってもおとよだけをかばった それにおとよには人相のよくない兄があって、たびたび出入りをするばかりか、最近はゆきこに宗派を送るようにさえなった。ゆきこはいくたびか父に向かって、おとよとその兄とを遠ざけるように頼んだが、先蔵は山本の手前、ゆきこの言うことを聞かないのみか、ついには、ゆきこをくれという山本の非道な願いをさえ承知したのである。 いくらお父さんでもそりゃ無理だ。で、ゆきこさんは結局どうしますと、静也は不安げに尋ねた。本当に困ってしまったわ。父はまずに休養ができてさっき出かけましたが、明日の晩帰ってくるまでに決心しておけというのですもの。私どうしたらいいかしら。どうするもこうするもない。 きっぱり断ってしまいなさい。けれど、父にあんなに頭を下げて頼まれると。それじゃあ、ユキさんは僕を愛してくれないですかそれをおっしゃると、私。ユキコはハンカチに目を当てた。静也はしばらく唇を噛んで黙っていたが、やがて決心したように言った。 山本だって物の道りの分からぬ人間じゃないでしょう僕は今夜山本に私たちの関係を話して縁談の申し込みを撤回させてきましょうゆきこは驚いて顔を見上げたそんなことをなさってはいけません父が帰って心配しますからお父さんもあんまりですあなたは僕の愛を犠牲にしても お父さんの意志に従うつもりですか私、あなたとお別れするくらいなら、死んだ方がいい。と、ユキコは小声で言った。それだけの決心があれば僕は安心です。僕はきっと山本を解き伏せてきます。けれど山本という人は、他人の言うことなど聞きようないと思うわ。 大丈夫です。いざといえばテニスで鍛えたこの腕がありますと言って静也は左手で右の腕をポンとたたいた彼は大学のテニス選手である木一本なものに熱しやすい彼はあるいは腕力に訴えないとも限らないこう思ってユキコはゾッとしたそんなことをなすってはいけません 彼女はきっぱりと言った一命を捨ててかかればどんなことでもできますユキさんを人手に渡すくらいなら僕も生きてはおらんと静也はいよいよ熱心に大声に言い放ったユキこは何を思ったか急に泣きだした静也はその姿を見てあまりに自分の言葉の過激だったことを後悔し ゆきこの肩をさすって優しく言った「いやゆきこさん僕にだって理性はある」「心配しないでいいよ」いつの間にか日はとっぷり暮れて夕闇は2人を包んだ静也は急に思い出したように言った「今日は土曜日で7時半から日比谷の平野屋で定休部の会があるんです」 明日の朝僕の車るまでは何も考えないで待っていてくださいいいですかそれから静也は玄関へ回りそこに置いてあった袋入りのラケットを担いでゆきこの家を辞したゆきこは彼の制服姿が闇の中へ消えていくまで見送った夕食の後ゆきこが居間に入って机の前へ座っていると 女中のおとよが顔を出した。三重ばかりの凄みのある顔をした、いわば渋川の向けた女である。お嬢様、わたくし今晩ちょっと兄のうちへやってもらいます。まあ、父が留守なのに。おさわさんとおしまさんと二人の諸生がいるのですもの。大丈夫ですわ。明日の朝早く帰ってきます。 こう言って彼女は幸子の返事を待たずさっさと支度に取り掛かったお豊が外出するなり幸子の弟清が幸子の部屋に入ってきた「姉さん僕これから活動を見てくるよお前までがもう今日はいけませんだって明日は日曜だもの僕も楽しみがしたい」 まあ、この子はお父さんに言いつけますよそれじゃあ僕も姉さんと種村さんがさっきあんなに楽しんでいたことを言いつけるよこう言うが早いかバタバタ駆け出していった清は今年12になる快活な少年である別に指したる不良性はなかったけれども活動写真が大好きでそれにかぶれて極めて冒険好きであった 彼はよく夜分外出して帰りが遅くなると塀を飛び越え裏戸を分けて歌人の知らぬ間に自分の寝室へ入るのであった母が生きていたらもっとおとなしく育ったろうにとユキコはいつも思うのであったきよしの去った後でユキコは亡き母のこと静也のこと悲しい結婚問題などを考えて 長い間ぼんやり座っていた由紀子に無理な結婚を申し出た山本佐伯が神田駿河邸の自宅で何者かのために殺されたという放置が警視庁へ届いたのはその同じ夜の十一時頃であった佐竹警部は 時を移さず2名の刑事と警察藤を連れて現場に急行した山本の家は門を入ると広い庭があって玄関に通じる道の両側には植木がいっぱい茂っていたこの屋敷には半年ほど前まで某大官が住んでいたがその体官の死後無職の山本佐吉が住み込んだのである家屋は平屋建てで さほど大きくはなかったけれど現在の家族は主人山本の他に30ばかりの触覚兼書生の久米と雇いのばあさんとの2人であるからむしろ広すぎるくらいであった書生の久米は玄関の次の間で警部の一行に向かって死体発見の顛末を物語った雇いのばあさんは 毎土曜日埼玉の郷里へ帰る習慣であるので今はいない主人山本は朝から在宅して昼間は別に訪問客はなかったが今晩9時半ごろ大学の制服を着てラケットを携えた男が「高科大学生種村静也」という名刺を出して主人に面会を求めた「今まで来たことのない学生であるから」 主人は明日来てくれと断ったけれども立ってお目にかかりたいと言ったので奥の居間で面会することになったしばらくするとだんだん二人の声は荒くなった書生の久米がコーヒーを持っていくと二人はたまとの上へ退座したまま真っ赤な顔をして住面を作っていた その時主人の山本は諸生の久米に向かってウイスキーを持ってこいと言ったが、あいにく飲み切らしていたのでそのことを話すと、主人はすぐ取り寄せよと命令した。そこで久米は二人を家の中に残して淡路町まで走り、約十五分ほどして帰ってくると、大学生の姿は見えず、 主人は畳の上へ仰向きになって死んでいたのである。ここのうちには電話がないかねと、クメの話を聞き終わった警部が尋ねた。あります。ウイスキーぐらい電話で取り寄せられるじゃないかね久米は少し躊躇していった。やぶんですから、買いに行きました。 警部はうなずいた。その大学生とご主人とは何で議論しておられたかねよくは聞こえませんでしたが、津田さんのお嬢さんをどうとかこうとかいう声がしました。津田さんとは本郷明けぼの町の津田仙蔵さんのことで主人のお友達です。 警部は手帳を出して何やら書き込んだそれから一同は奥の前へ行った和服を着た死体は床の間の前へ座布団から半身を乗り出して仰向けに横たわり顔を横にしていたので後頭部の傷が伝統の光ではっきり見えた死体のそばにはラケットが一丁あって網を張った卵型の枠がへし折れていた 血は畳の上のかしこここに23点ずつ散在しているだけであった警部は辺りの捜索にかかった隅の机の上には種村の名刺が置かれてあったがその他には別にこれという変わったものを発見しなかった医師はラケットと後頭部の傷と検査して致命傷はラケットによる打撲傷であると鑑定した ところが死体の右の手に女の長い髪の毛が一本握られていたので彼はそれを警部に示して意味ありげに微笑んだ「おかしいですねそれじゃあ死体を解剖に伏することにしましょうか」と警部が尋ねた「そうしてください」「おかしいといえば」 ラケットを座敷までで持ってくるのも変ですね。しかしとにかく種村という大学生を一応調べねばなりませんこう言って警部は種村の名刺に書かれてあった本郷森川町バツバツ番地の下宿屋へ一人の刑事を走らせもし種村が帰っていなければ帰るまで待って警視庁へ同行するよう命令した。 それから警部は簡単にその他の部屋部屋を検査してもう一人の刑事に朝まで死体の番をしているように命じ警察医とともに警視庁へ引き上げたそれは午前一時少し過ぎであった3午前三時半頃佐谷警部は 山本肩に張り盤をさせておいた警部から電話で意外な報告を受け取ったそれは山本の死体がいつの間にか何者かによって現場から運び去られたというのである死体の紛失佐谷警部はこれまでかような奇妙な事件に出会ったことは一度もない時を移さず山本肩へ駆けつけて事情を聞いてみると 警部が去ってから間もなく、久米は刑事に向かって、出し残りのコーヒーを熱くして寒さをしのごうではありませんか、とすすめて、二人で飲みながら話をしていると、いつの間にか二人は眠ってしまった。最初に久米が寒さのために目を開いて、はっと思って辺りを見ると、刑事は高いびきで眠り、死体がなくなっていた。 そこで驚いて刑事を揺り起こしたというのである。誠に申し訳がありません。と刑事は青白い眠そうな顔をしておずおず言った。実に愛すみません。と久米も言った。多分犯人が死体を盗み出すためにコーヒーの中へ睡眠薬を入れたのだろうと思います。 何しろばあさんがいないので、台所で何をされてもわかりません。警部はしばらく腕組みをして考えた。何のために犯人は死体を隠したか。死体を隠したのは果たして犯人であるか。それとも他の人間であろうか。いずれにしてもこの疑問に答えるためには、 邸宅の内外を残ららず捜索しなななければならなかった警部はまず家の中の各部屋や押し入れの中を探したが死体はどこにも見つからなかったそこでいよいよ邸内の地面を探そうと思い単身懐中電灯を持ってまず玄関の前から門にかけての地面を検査しそれから家の周囲を一回りした。 昨日降った雨に地面はまだ多少柔らかくなっていたので、たくさんの足跡がついていた。もちろん誰の足跡ともわからず、靴、下駄、日和下駄などの跡が見られたが、そのうちでも警部の目を引いたのは、病のたくさん打ってある靴の跡であった。警部はそれを何ということなしに、大学生種村の靴跡だろうと思った。 そしてその靴跡をよく調べてみると一度門を入って出て行った靴の持ち主はいま一度門を入ってきた形跡が確かにあった二度目には出て行ったかどうかははっきりわからなかったけれどその靴跡は家の周囲に沿って裏の台所口の近くまで続いてついていた台所から三軒ほど隔たったところに物置部屋があったが その物置部屋と台所口の中間のところに同じ靴跡がたくさん重なり合ってついていたなおよくその付近を調べてみると靴跡のそばに柳氷を置いた跡がはっきり見られたそして柳氷は物置部屋の軒の下の方へ引きずられた跡がついていた軒の下は地面が硬いから跡がよくついてはいないが 浅縄のゴミがあるところを見ると氷はそこで縛られたものらしかったその他には別に目立った足跡はなかった女の日和方の足跡ははっきりついていたがただ台所口を出入りしているだけで別に怪しい点はなかったただ表の植え込みの中に123の少年の靴跡があるのが不思議に思われたけれど それはただ付近の子供が遊びに来たのかもしれない足跡の捜索を終わると警部は念のために物置部屋の中を検査しようと思ったそして物置部屋の戸に手をかけようとすると家の中から刑事が出てきて本郷の下宿屋を調べに行った刑事から警部に電話口へ出てもらいたいと言ってきたと告げた 先方の刑事の電話によると「種村は今まで一度も夜分外泊したことがないそうだのに今夜に限って今に至るも帰ってこない」ところがたった今種村のところへ電話がかかってきたので刑事が種村の替え玉になって電話口へ出ると女の声で「山本佐吉さんが殺されて」 あなたに嫌疑がかかっているから早く逃げなさいと言った誰ですかと聞いても先方は返事をしないので逃げますと言うと女は電話を切ったそれから交換局を呼び出して聞いてみるとお茶の水の自動電話からだということであった「よろしい」と 警部は電話で返事をした。時に君種村はいつもどんな靴を履いているか女中が起きていたらちょっと聞いてくれたまえしばらくすると種村は病をたくさん打った靴を履いているという返事が来たそれじゃあ朝までに種村が帰らなかったらあけぼろ町の津田邸を訪ねて詮索してきてくれたまえ。 こう言って警部は電話を切った「いよいよ種村が氷を運び出したに違いない死骸の入った氷を」こう思っていろいろのことを考え出した警部はとうとう物置部屋の捜索を忘れてしまったもし警部が物置部屋の戸を開けていたらこれから述べるユキコの災難は あるいは怒らなかったかもしれない4ゆきこは一晩中よく眠られなかったうとうとしたかと思うと恐ろしい夢を見てはハッと目を覚ました彼女は夜の明けるのを待ちかねて起き上がり庭園を散歩したが なんとなく寂しいものを感じたので、家の中へ入って清の寝室のふすまを開けた。すると意外にも寝床はもぬけの殻で、しかも昨夜帰って寝た形跡がなかった。今まで夜分いくら遅くなっても帰ってこないことは一度もなかった。どうしたのであろう。こう考えて、 彼女の重たい頭は一層重くなった。とその時、女中のお島が来客のある旨を告げた。客というのは警視庁の刑事で、女中がご主人は留守だと告げると、お嬢様にお目にかかりたいということであった。雪子は非常に驚いたが、清のことが気にかかったので、 とにかく応接前通して会うことにした。早朝からお伺いして申し訳ありませんが、最近種村さんがお尋ねになりはしませんでしたかと、刑事は尋ねた。ゆきこはこの意外な質問に少なからず当惑したが、昨日の昼からお見えになりました。と答えた。昨日そうですか。 その時、山本さんのところへ行くとでもおっしゃらなかったでしょうか。いいえ、別に。幸子はそうですという気になれなかった。刑事はしばらく黙って考えていたが、実は昨夜、山本さんが殺されなさったんです。と言った。え幸子は飛び上がらんばかりにびっくりした。 誰が殺したのですかと彼女は警部の顔を見つめて息を凝らした何でも昨晩9時半頃に種村さんが訪ねて行かれだんだん議論が激しくなってその結果種村さんがラケットで山本さんを撲殺なさったらしいのですユキコは全身に冷水を浴びせかけられたような気がした 耳がガーンとして気が遠くなるように感じた嘘です種村さんは人を殺すような人ではありませんと彼女はほとんど夢中で言ったけれど種村さんはけさになっても下宿に帰られないのです私は今まで種村さんの下宿へいてこちらへお伺いしたのです の彼女は恐怖のために一言も言い出すことができなかったまさか種村さんがお宅へ来ておられるようなことはありますまい見えていませんとゆき子はきっぱり言った山本さんと種村さんとはあなたのことで議論をなさったのだそうですそれについてあなたは何かお心当たりはありませんか ゆき子は胸を太い針で刺されるように思った「別にありません」と彼女は小声で言った刑事は幸子の心配そうな顔を見て同情の心を起こし立ち入って聞くことをやめた「ゆうべあなたはずっとお宅においでになりましたか?」と刑事は話題を変えた ユキコはほっとしながらも妙な顔をした。ほう。なぜそんなことをお聞きになりますかと彼女は反問した。いえ、ちょっと思い当たることがあったのです。いや、どうも失礼しました。もし種村さんがお見えになりましたらお知らせください。こう言って彼は名刺を渡して去った。刑事が去ってから間もなく、 昨晩、兄のところへ行ったおとよが、慌たらしくゆきこの部屋へ駆け込んできて、辺りを見回してから小声で言った。お嬢様、大変なことになりましたよ。種村さんが山本さんを殺しなすったんですって。嘘だよ、お前。そんなことがあるものか。ゆきこは腹立たしそうに言った。それがね、お嬢様。 実は私ゆうべ種村さんに会ったのですえとゆきこは驚いた私が兄の家へ行って兄の用事で外出しましたらばったり種村さんに会いましたそう11時ごろでしたでしょうか大変青い顔をして塞いでいらしたのでどうなすったのかと聞くと 山本を殺してきたから、自首しようか自殺しようかと考えているんだ。けれど、その前にユキさんに会いたいが、どうせ手が回っているだろうから、あけぼの町へはいけないとおっしゃるんです。で、私がおすすめして、とにかく兄のうちまでいらっしゃいと言ってお連れ申してきてあるんです。ですから、これから私と一緒に兄のうちまで行ってください。 種村さんはお待ちかねです。ゆき子はむやみに悲しくなって前後の判断をしている余裕がなかった彼女は早々に支度をしておとよに連れられて家を出た本郷町元町のバツバツ番地へ来るとおとよはゆきコに言った。 兄のうちは表からも入れますけれど、目立つといけませんから、裏の方から入っていきましょう。二人は薄暗い便所のようなところを入った。おとよが台所口を開けると、およの兄の留吉が出迎えた。お嬢さん、よく来てくれましたね。へっへっへ。と留吉は意味やりげな。 君の悪い笑い方をした。幸子はなんという嫌な気持ちに襲われておとよについてきたことを後悔したがそれでも静やに会いたい思いが先に立って留吉の案内で座敷へ入ったけれど座敷には浅縄で祝えた大きな氷が一つあるきりで静也の姿は見えなかった「種村さんは?と」と ユキコはおとよを帰り見ていった。種村さんって誰とおとよはとぼけた。あら、どうしてとユキコはぎょっとした。種村なんかおるものが。と、留吉はいきなりユキコの手を取って抱きしめた。ああ<っ>おとよはハンカチを取り出してユキコに猿靴輪をかませた。 兄はへこおびでユキコを縛った「ユキコさん」いやユキコお前は今日から俺の妻になるんだよと留吉はユキコと滞在していった「ここへ来たが最後袋のネズミ同様だ」「何しろこのうちは探しに探して見つけた隠れ家だからな」 で、お前が俺の言うことを聞けばよし。さもなきゃ、お前も死体になって、このコーリと一緒に、明日は遠いところへ連れて行かれるんだ。こう言って彼はコーリの方をじろりと睨んだ。事情を話さにはわかるもいが、俺は塔からお前に惚れていたんだよ。 山本のやつめ、いい気になってお前を横取りしようとするから、自業自得で殺されたんだ。それにしても、種村の青二歳め、今頃は血迷ってどこかをうろついているだろう。なあ、おとよ。そうよ、兄さん。ゆうべ電話をかけたら、声までかえてすぐ逃げると言ったわ。と。 おとよはシャーシャーした声で言ったゆキコこ,これからお前は俺の妻になるんだから何もかも聞かせてやるよお前と種村とがいい気になって昨日庭で話していたのを立ち聞きしていたんだで妹は早速小石川の俺のところへ来てそれから二人で山本のところへ行ったんだよ 山本はお前の親父の弱点を握っているので、妾のおとよをお前の家に住み込ませ。いろいろ事情を探らせては、親父から金を搾り取っていたんだ。とうとう山本はいい気になって、お前にまで手を出そうとしたんだ。それが奴の運のつきさ。だが山本も悪党に似合わず、マナコが鈍い。 おとよは塔の昔に山本の諸世のくめといい中に。兄さん、そんな言葉で言うのはおやっし。なんだい恥ずかしいからでもないじゃないか。さて、ゆきこどうせ近いうちに俺たちは山本を片付けてずらかるつもりだったんだ。 けれど俺はその前にどうしてもお前を手に入れるつもりで自説を待っていたんだ。ところがその自説が案外早く来たというものさ。ゆうべ俺たちは山本の家で種村の来るのを待っていたんだ。やっこさん案の定ラケットを下げてブンブンしてやってきたよ。そして山本と散々ん,ん喧嘩をして、 クメがラケットを隠しておいたのも知らずに帰っていったよ。その後で、おとよが山本の部屋へ行って甘ったるしなだれかかると、山本も気を腐らしていたので、おつな濡れ場が始まったのよ。その時、クメがラケットで山本の頭にガンと一ち食らわすと、 うーんとほざいたきり、小田仏さ。ところが、警察のひよっこが、山本の手におよの髪の毛の引っかかっていたのを見つけて、解剖の何のとぬかずじゃないか。解剖されちゃことが面倒だから、山本の死体を氷に詰めて、これこの通り、ここまでちょうだいしてきたんだ。警察のは、おめえ。 今頃はてんてこまいで死人を探しているだろう。だが何がわかるものか。もうじきクメが山本のありがねをさらってここへやってくるはずだ。そうすると今夜俺たちはお前を連れて四人連れ、氷の山本も一緒に汽車で落ち行く先は上海という寸法さ。何上海か 上海はお前の親父が悪戦をしこたまためた由緒ある土地さ。お前もそこへ行けりゃ嬉しいだろう。何嬉しくないおい、ゆきこ、目を上げ。もしお前が俺の言うことを聞かなきゃ、ぎゅっと一締めにして氷二つでおさらばだ。何 死骸なんぞここに放っておいたっていいけれど、上海へ落ち着くまでに見つけられちゃいささか面倒だからな。ゆきこ、わけがわかったらうんと言いなせい。兄さん、芝居係だわね。と、おとよがからかった。ばか、この場で冗談言うやつがあるか。ゆきこは最前から、 あまりの恐ろしさに目をつむってうつむいていた。とそのとき、台所の方でことりと物音がした。あれはなんだネズミだよ、兄さん。と、おとよは言った。とめきちはゆきこのそばにすりうった。おい、早く返事をしないか。 こう言って彼はまたもやユキコを抱いて接吻しようとしたのでユキコは猛烈に抵抗した優しいと思ったら案外骨のある尼だなよしそれじゃ最後の手段だまず山本の死骸を拝ましてやろう留吉は懐の中から短刀を取り出して鞘を払い氷を縛ってある浅縄を物理物理と切った このと途端、隣の部屋にどさどさ人の足音が聞こえた。兄さん。兄さん、兄さんお逃げ。と言っておとよが。駆け出そうとすると、幸子の弟清志を先頭に佐谷警部と今1人の刑事とが入ってきて、やにわにおとよをねじ伏せて縄をうった。止め吉は出口を塞がれているので、逃げるにも逃げられなかった。 彼は担当をひらめかして大声で怒鳴った。よしもうこうなったら絶対絶命だ俺を逃がすかさもなければ、幸子をブスリと刺すかだこう言って止め吉は幸子の喉元に担当を差し付けた。清はさすがに子供である。このありさを見て佐谷警部に取りすがった。警部さん 姉さんが死んではいけない留吉に近づけば幸子は殺されてしまうさすがの佐谷警部も身体に窮したするとこの時死体の入れてある氷の蓋がムクムクっと持ち上がった「ああ」と言ったのは白ばっくれていた音よである留吉は何事かと音よの方を眺めたその時遅し 彼の手に持っていた担当は氷の中から飛び出した男の手に払い落とされた山本の死体の生き返ったのだと思いのほか立ち上がったのは制服制帽靴履きのままの種村静也であった次の瞬間激しい格闘が始まったけれど腕っぷしの強い種村と経験のある警部とのために 留吉は難なく逮捕されてしまったしはその間に幸子の傍らに走り寄って猿靴輪とへこびとをといた「姉さんもう大丈夫だよ」としは言ったゆきこは張り詰めていた気が一時に緩んでそのままぐったりとなった 6。留吉兄弟を町に待たせてあった警視庁の自動車で送り出してから、佐谷警部が戻ってくると、静也と清とは、幸子に水を与えて年頃に介抱していた。ゆき子は間もなく元の元気に帰った。どうもご苦労様でした。と、静也は警部に向かって行った。 いや僕も随分苦しかったですよ。どうして氷の中へ入っていたんですかと、警部は不審そうな顔をした。僕は山本の死体だとばかり思っていました。一体山本の死体はどこにあるのでしょう物置部屋ですよ。まあ一応僕がどうやって死体の身代わりになっていたか聞いてください。 昨晩山本さんの家を出るとき少し興奮していたのでうっかりラケットを置き忘れてきたんです途中でそれをふと思い出し引き返して山本さんの門を入ると植え込みの中に子どもの影がちらつきましたなんだかおかしいなと思うとうちの中でうーんと人のうめく声がしました そこで持ち前の冒険心がムラムラと起こって裏口の方へ回ると女の声がボソボソしましたそこで物置部屋の陰に忍び込んだり植え込みの中へ入ったりして様子を伺っていますとやがて警察の人たちが来ましたこりゃあ大変なことが起こったに違いないと思うと間もなく警察の人が帰られましたが家の中からは誰も出てきませんでした そのうち台所口から二人の男が氷を釣り出してきて地面に置いたまま中へ入っていきました。多分浅縄を取りに行ったのでしょう。僕は氷の中に何が入っているかと思って蓋を取ってみると驚いたことに山本さんの死体です。僕ははっと思いました。山本さんが殺されたとすると 剣技は僕にかかる。こりゃどうしてもこの死体の行く先を見届けねばならぬと、とっさの間に考えたのです。海の中へでも捨てられた日には大変ですけれど、そんなことを考えている暇もなく、とりあえず死体を物置部屋へ移して、僕自身が氷の中へ入りました。すると間もなく家の中から人が出てきて氷を縛りましたが、 横にしたり縦にしたりしたのでもう少しで悲鳴を上げるところでしたそれから僕は一人の男の背中に背負われ女がついてきてこのうちまで運ばれたのですそれにしても清ヨくんよくここが分かったねきよしは得意げに言った種村さんが昨日姉さんと話をしているところをおとよが立ち聞きしていたんだ それを僕が見つけたんだ夕飯がすむとおとよが兄のうちへ行くと言って出たので僕はおとよのあとをつけたんだそうするとおとよは小石川の兄のうちへ寄ったがじきに兄と2人で山本のうちへ行ったんだ僕山本のうちの植え込みの中で2人の出てくるのを待っていたら種村さんがやってきたので。 いよいよ面白くなってうちの周りを回っていたよ。それから先は種村さんが今話した通りだ。僕は種村さんにも見つからないようにしていたので、種村さんが氷の中に入っているとは知らなかった。おトの兄が氷を担いで、おトがそばについて出ていくのを僕が後からつけていくと、途中でおトは自動電話をかけたよ。 二人はこのうちの表口から入ったので、そのうちにはどちらかが出てくるだろうと思って待っていると、朝になっても戸は開かない。まさか裏から出入りができるとは思わなんだ。そのうちにおまわりさんが来たので、番を頼んで警視庁へ行き、訳を話して警部さんに来てもらい、裏口から入ったよ。姉さんが来ていようなどとはちっとも知らなかった。 山本さんのうちの書生はどうしましたと清の語るのをうれしそうに聞いていた静也はこの時警部に尋ねた清くんの話ですぐ逮捕されました今頃は悪人たち3人とも警視庁にいるでしょういや清くんの話を聞かねばもう少しであなたを犯人とするところでした と警部は言った。その時清は幸子の顔を覗き込み「姉さんもうこれからは僕が活動を見に行っても小言は言わぬことだよ」と言った幸子は嬉し涙に暮れて弟を抱いた静也と幸子との婚約に幸子の父先蔵が喜んで同意したことは言うまでもない 読者は、先祖が何故に山本再吉の無理な願いを聞き入れねばならなかったかを知りたく思われるかもしれぬが、それは別の物語であって、この物語は、これでおしまいである。